はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。みんなで空気読み2、実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、前回ね、まあまあ読めてたかなっていう感じだったんですけど、やっぱりね、ゾンビ先生、これからも人間社会にしっかりとね、なんていうかな、溶け込んで、みんなと仲良く生きていきたいというふうにね、思うわけですよ。なので、2の方もやってみましょう。サクッと空気読みね。はい。普通の平成のって何？普通の平成の？普通のにしてみようか。ね、普通のからいきましょう。ね、空気読むよ。お試し的のやつで、のやつって何？10問遊んで読めている度を測ってみましょう。ただし簡単にしか診断できないやつです。なんかなんだろう、このいい加減な感じは。お試し的のやつだから？そういうことなの？はいはい。ここは自由に空気を読んで良い空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界。心ゆくまでご堪能ください。はい。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を取れ。中断したいときはプラスボタンかマイナスボタンを押せ。ということでね、非常に命令系ですね。言うこと聞かないとね。はい、第1問。さあ空気読むよ。お、一口だけあげる。わーい。あ、どこ取るかね。一口、この辺じゃない？ちょっとこの辺だな。あ、どう？いちご食べてないよ。いいんじゃない今の。今のぐらいだよね、多分。違うかな。第2問。はい。おうおう。じゃあ取るよ。いやいや。これか。うそ。みんな笑って。えい。えい、えい、この辺じゃね？はい、チーズ。この辺だろ？あー、見切れたー見切れたー、せっかくだったのに。ラーメンでも食べよう。うん。お前の塩。塩だろ、そりゃ。あんだけ塩っつってんだから。塩ラーメンで。違うかな？ねえ、塩塩って書いてあったじゃん。あんだけ言われたら塩頼まないと。フリスク。ん？ 3 粒ぐらいじゃない？どう？ダメ？1粒はちょっとかわいそうだもんね。3粒ぐらいじゃない？大体。じゃあ俺やるよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。これいいんじゃない？空気読んだよね、今の。多分。第6問。はい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 。何？どうした？あー、タバコね。それ火欲しいわ。うん。火もらえる？通り過ぎちゃって。あ、オッケーオッケー。火ついたよ。禁煙って書いてあるんじゃねえかよ。ダメじゃん。最悪だよ。最悪だな、今の。お、これは？あ、ウェーブだ。お、今のうまいんじゃない？今のうまいだろ。めちゃうまかったじゃん。よいしょ。おお、立つ。座るのかな。おお、おお、うまい。めっちゃうまくないねえ。お、めっちゃうまくない。超空気読めてるじゃん。なになになに。おお、あー、ずれたー。ちょっとずれたけど、どう？おい。長いな。終わりかい。もう終わり。おお、いいじゃん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 。帽子だけちょっと惜しかったな。うん、長いな。何回あんの？もう終わり？これで終わりかな？おお、いった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 。いいね。うん、帽子だけちょっと惜しかったな。でもかなり良かったよね、今のきっとね。うん。右。下。下。あ、上。上だよ。上。右。右、右。見えません。適当です。ダメ？見えなかった、適当に言うっていう、ね。第9問。おうおう、どうしたの？あ、これ入ってあげないとね。空気読んでさ。そうそう、スポットね。うん。そういうことでしょ？ね、ないないってなるからさ。入ってあげないと。おう、なんだい？カーンって打ってるね。あ、子供だ。子供いるから、ほら。そうそう、こういうことだよ。大人が取っちゃいかん。後ろの子に夢を与えないと。今のよかったろ？うん、どうだい？
どうぞ。なんとはなしに読めてるっぽい。これそこはかとなくより悪くね。なんかいや途中結構なちょっとやばいのあったもんな。なんとはなしにか。いやどうだろうゾンビ先生。平成だと読めるかな。ねえ、ちょっと平成もやってみよう。平成のサクッと空気読みどう。もう令和ですけどね。はい、お試し的のやつなんだねこれもね。簡単にしか診断できないやつなんだ。そうかそうか。行動を取れ。あれでした。頑張ります。頑張りますよ。はい、第1問。どうかな。今日は1日限定ユニットでライブだ。そうなんだ。MC 右だったか。MYA になっちゃった。脳内占いで君のを見てあげるね。わあ楽しみ。やばいやばい。消そう。いや、なんか見てない。なんかもね、なんかエッチなことばっかり考えてるみたいになったけど。見てない。うん。なに、タモリさんかい。うん。わあ。タンタタタン。な、なに、なに。ああ、そういうことか。A ボタンだったか。ああ、まあ、続いてんだね。はい、こんにちは。ああ、間違った。そうですね。合ってる。はい。で、バテてるよ。ああ。どういうこと？そうですね。ちょっと待って、なんかずれてる。唐揚げするとうまいんだよ。あはは。なわけない。かわいい。キャーかな。あ、かわいい。これかわいい。キャー。うん。どう？ダメ？今日のゲストは。え、2年半ぶり？ご紹介。あ、そうやったいい感じでしょ。うん。あ、次は知ってる。かわいいだよ次は。あなかった。はい。これ何、いちごど。ああ、そういうことか。サザエさんね。はい、合ってたかな。今回ひどそうだな。なんかタモリさんのがな、良くなかったよね。ああ、節子。ウルトラオーダークイズ行くの。なんで先に正解した方が。お前、日本で一番高い山富士山だ。丸か×か。ああなんかむっちゃ泣いてる。×にしようかな。こっち行こうかな。はい。うん、いいだろ。やっぱこの子勝たせてあげないとさ、泣いてるもん。何それ。手だけ戦闘メカ彼女へのプレゼントを買いに行く。手だけ戦闘メカなんだって。え、どういうこと。手だけ戦闘メカなんだよ。え、これにしようか。じゃあそういうことじゃないの。え、なんだろう。手だけ戦闘メカの彼女、丈夫なやつっていうことかな。仮装大会。あ、金ちゃんの仮装大賞ね。はい、ててでしょ。そうこれだから。うん、これはね、行かないとトゥーンってなってテンションめちゃくちゃ下がるんだよね。はい。第9問。今日はプレミアムフライデーだ。お前3時に帰ろう。プレキンの日は3時で帰る。お前偉い。あ、帰らせろ。帰るよ。あれ、どうして、どうしたら帰れるの。あれ、帰りたい。5時になっちゃったじゃん。ダメ。今のはダメだよ。帰らないと。え、どうしたら帰れたんだろう。おう、新元号は令和であります。あ、いいんじゃない。どう読んだろ、空気。ダメ。平成、なんとはなしにですか。そうですか。平成のことは詳しいと思うんだけどな、ゾンビ先生的には。はい、ということで、
空気読みのね2の、サクッと空気読みをやってみましたが、どちらも何とはなしにということでですね、なんかだんだん空気が読めなくなってきてる感じもありまして、ちょっと辛いところがあるんですけどまあこうやってね、人間社会のことを学んでいくんだな、ゾンビ先生は。これからも頑張っていきたいと思います。はい。ということで、ここまでご視聴いただきまして、皆さんどうもありがとうございました。これからもね、ゾンビ先生と一緒に、空気を読みながらね、ゲームやっていきましょう。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。